はいどうもダラギです。今日もそば分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアムでアスターですね、やっていきたいと思います。今日は全体的にプラスが多くなってきているという状態です。はい、まずですね、久々の動画ということで、まあ、ちょっと最近ね携帯を変えたり、PC も変えてモニターもね4台、使ったりとか、あと配線がね購入したんだ、その PC をつなぐ配線を購入したんだけども、全くね全然違うものを買ってしまって、もう一回買い直すというね、そういった事態があったりと、まあなかなかちょっと動画をね配信できなかったんですけども、まあやっとねやっとこさ、配信できるようになりました。ということで、今日もですね、ちょっとたまりたまった分ね、いろいろ最近重要イベントがありましたので、そういったのも おさらいしながら、今後のですね、今年の予想とで来年のまあ予想といいますか、どういった形でね戦略を組めばいいかというところもやっていきたいと思います。でまずですね、大前提として今僕が思ってるのはですね、ビットコインっていうものが来年ね上がるよ上がるよと言われている、まあ要因っていうものが大きく分けてねやっぱり3つあると思っています。はい、これがまず、まあいろんなチャートの分析だったりファンダとかあるんですけども、その中でもこれが一番ね、まず頭に置いといてほしいということなんですけど、まず一つ目がですね、半減期ですね。半減期というものがあって、やはり来年の4月頃ですかね、半減期が訪れるということで、これに期待をして上がっているというのが一つ。で、もう一つが ETF の承認ですね。今日もですね、新しい記事が出ていたので、そちらの方を紹介するんですけども、ETF の承認というものが二つ目。そしてアメリカの長期金利が下がるという期待ですね。それもですね、昨日の FOMC の発表で少しね情報が更新されましたので、そちらの方も説明していきたいと思います。はい、で記事に行く前に CPI と FOMC のねまず発表からなんですけども、まあ、簡単に言うと CPI は予想通りで、まあ、何もね大きな動きがあることなく終わりました。まあ、多少なりのね動きはありましたけれども、まあ、めちゃめちゃなんかこう期待外れとかね、期待以上のことが起きたということはなく終わりました。まあ、ただちょっと基本的に、まあ、ドル円で言うと円がね、結構強い動きをしているみたいな、感じにはなってきております。はい。そして、昨日あった FOMC ですね。こちらの方も長期金利は、据え置きということで、来年2024年に 0.75% を利下げの見込みと、いうことでしたので、まあ、どちらかというと期待が上がったよという形です。ただしここでね、まあ、大きくまたここでね、上がる、まあ、どちらかというと上がったんですけども、まあ、今後の指標に、まあ、なんか影響するほどの上昇ではなかったという形です。はい。これで今年の大きなイベントとしてはですね、FOMC、そして CPI というところは、まあ終わりですね。はい。まあそんな感じになっております。で、記事を見ていくんですけど、記事の前に来年のね、おさらいもね、しときます。1月11日にですね、CPI の発表があります。そして2月の1日に FOMC があるので、まあ FOMC は一時ないということになりますので、まあ、そうですね、値動きというところにもこの辺はね、いろいろ考えながらやっていった方がいいのかなという感じです。はい。はい、で、記事ですね。ブラックロックビットコイン ETF に新たな進展があったよということです。まあ、ここたらたら書いているんですけども、まあ、簡単に言えばですね、コインベースにお金をですね、預けて、ビットコインを買えるというね、その銀行が、そのビットコインのね、現物を ETF として、するんじゃなくて、なんかそのアメリカの方で、その、ビットコインの保有制限みたいなものがね、あるらしいんですけども、その問題を解決するためにコインベースの方にお金を渡して、そこから、ビットコインを購入するというね、まあなんというのかな、まあちょっとこう、法の穴を、ついたような施策を、やったということで、まあどちらかというと ETF 承認に期待が向くような発想の記事になっております。ちょっと意味わかりましたかね。ちょっと今俺の説明もちょっとわかりにくかったかもしれないですけども、まあ直接銀行がビットコインを取引所で買ってしまうと、その保有の制限みたいなのがあるらしくて、だからそのお金で買う、
あのビットコインを直接買うんではなくて、コインベースに仲介役 になってもらうみたいな、そんな感じの記事でした。これを、一旦ですね、その仕組みを変更して、もう一度申請したという話になっております。はい。続きまして、ビットコイン100万ドル投資でエルサルバドル市民権付与ということで、すでに、数件の問い合わせということですね。僕これ計算したんですけども、だいたい100万ドルってことは1億5000万ぐらいですね。これをビットコインを買うことによって、まあ、抽選になるんでしょうけどね、エルサルバドルの市民権を得ることができるよということで、もうすでに、相当数の応募があって、で看板今年中に完売する予定だということになってるらしいです。で毎年1000人ぐらいに移住ビザと市民権を提供するということなんで、まあ、正直ですね、まあ、僕欲しいですね。はい。まあ、日本人が取れるのかはちょっとわからないんですけども、まあ、1億5000万でもらえるものであればもらいたいですけど、僕はね、まだ1億5000万も出せるね、能力がないので、まあ、ちょっとこれは無理なんですけども、まあ、もらえるなら全然欲しいですよね。はい。ただ、エルサルバドルってまだね、めっちゃ発展途上ですし、まあ、治安もね、悪いっていう噂がね、結構あったりもしますので、まあ、その辺はどうかとは思うんですけども、まあ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 、いい取り組みかなというふうに思います。はい、続きまして、はい、ビットコイン FOMC 利下げで、利下げ協議で4万3000ドル回復、次の材料はという記事です。で、これはまあ、これまでの時系列がダーッと書いていて、ですね、FOMC CPI というふうにね、終わったんですけど、本日ですね、今日の夜、小売売上高が発表されるよということになっていて、これがですね、またね、さらに、何かしらの動きを見せる可能性が、まあ、あるよというふうに言われております。まあ、売上高はですね、まあ、日本はまあ、上がってきているし、まあ、世界的に見てもですね、どちらかというと、回復傾向にある中で、まあ、人手不足、先ほども言ったように、そういったところがね、深刻な問題になってきておりますので、まあ、価格にね、まあ、ものすごく大きい影響が来るかというと、まあ、そこまでないのかなっていうふうには僕はね、思っているんですが、まあ、この記事にはね、一応こういう、一応注視しておいた方がいいよ、みたいな感じで書かれておりました。はい。で、これがね、直近の、先ほどね、出てきた記事なんですけども、イーサリアルのビタリック・デリン氏が、ゼロ知識証明と EVM をやって、レイヤー2の情報をレイヤー1の方に一部ですね、システムとして、簡素化して、まあ、なんていうのかな、まあ、軽くするよと。システムを軽くしたいよと。それによって、まあ、ガス代とかね、そういったものの負担の影響を減らしていきたいよということです。で、その内容が書かれてるんですけど、まあ、いつも思うんですけどね、これね、英語を日本語化してるんですけども、ちょっとね、その日本語訳がちょっとね、なんか変な、ちょっとわかりにくい内容になってるので、まあ、ここをね、見てもね、なかなか理解できる人いないと思いますので、まあ、簡単に言いますと、もともとね、レイヤー2からレイヤー2の方にね、展開していって、で、まあ、その、ロールマップ、ロールアップですね、のネットアップをずっとこう積み上げてきてたんですけども、ここで一旦ですね、レイヤー1の方も、上手に使いつつ、そのシステムのね、重荷っていうものをこう軽減していくということですね。これが今後の期待につながったということです。で、これによってね、少しね、やっぱりね、イーサリアムっていうものを、まあ、ちょっと来年の期待値が上がるね、要因になるのではないかというふうに思われております。はい。まあ、そんな感じですね。ここ最近の記事というと、こんな感じになっております。はい。じゃあ、ビットコインのね、相場分析やっていきたいと思います。まず、冷やし。ビットコインの冷やしですね。はい、ビットコインはですね、もうこの三角持ち合いですね。これで見とけばいいと思います。ちょっとこれずれてるんですけど、まあ、こんな感じでね。はい。ビタビタにこのね、三角持ち合いの中を推移していて、で、ここのね、
上値を重くしているのが、617万円付近のところと614万円付近のところですね。この2つのラインというところが、レジスタンスのラインとして、機能しております。で昨日の CPI で一旦ねこうやってね上げてきました。ここね上げてきたんですが、今日はねこうやって調整する場面となっております。ですのでこの下限ですね、上昇トレンドのこの下限っていうところがやはり買い場になってくるのかなというふうに思います。一旦ここもね下抜けるような場面があったらですね、横軸で見ていって589万円のこのレジスタンスでサポートされるか、レジスタンスここでサポートされるのかっていうところを見つつ、まあ押し目をね判断していくという形になるのかなというふうに思います。はい。で RSI 的にもですねやはり結構飛び抜けちゃったので、まあ少し調整してね、売られすぎまではいかないかもしれないですけども、まあ、半分ぐらいまで、調整する可能性はあるのかなと思いますので、この辺で見とくと、いう感じですかね。やはりクリスマス付近っていうのはね、投資家たちはね休み休憩に入りますので、そこまでに生産したいと思うね投資家たちが結構増えたりします。その時に値動きもあんまりされないとか、どちらかというと下り傾向になりやすいというのがやはりね毎年恒例のことですので、やっぱりクリスマスまではですねちょっとタラタラ落ちてくるとか、上がってもすぐ売り叩かれて、まあ、あまり値動きとしては結局ね、あんまされてなかったよねみたいな動きですね。ボラティリティが低い動きがあるのかなと思います。でいよいよそのクリスマスが終わって少し上昇か、もうちょっと下ってから来年のね、頭ぐらいからまた上がってくるみたいな、そういった形になる可能性というのは十分あるかなと思いますので、まあ、乗り遅れた勢がですねこの辺の渋下げですね、のところでこの上昇トレンドの下限タッチぐらいを狙って、入っていく現物の方はですね、それがいいかなと思います。はい。それとまあ、レバレッジでやってる方はですね、今ちょうど中間の、この三角持ち合いの中間地点ですので、ちょっと入りにくいよねと思う方は、やはりどっちかですね、上抜けたのであれば、上抜けてからサポートされてから入っていく。先ほど言ったみたいに、現物と一緒、加減タッチで、ロングを入れる。そういった形でいいのかなというふうに思います。はい。じゃあ続きまして、リップルですね。はい。リップルもですね、こうやってね、大きな目線で見たら、こういう三角持ち合いで、推移していると見ていいのかなと思います。で、直近で見るとですね、やはりこういう、ダブルトップの形ですね。このダブルトップの形。しかも右肩下がりのダブルトップですね。っていうのは、やはりここのネックライン、真ん中のネックラインの価格の 85.9 円ぐらいのところですね。ここを下げたらストンとね、下に行きやすいよというふうに思います。その時はですね、一旦サポートのタイミングとしては 79.6 円。もしくはこの上昇トレンドの下限タッチ。これぐらいまでの下落っていうものを見込んで、いく。逆にここで買い支えられるようであればですね、85.9 円付近で買い支えられるようであれば、一旦の反発ですね。この反発となると、こういうダブルボトムを見ていく。ダブルボトムのネックラインが、101円ですので、101円を上抜けていくと、今度は、ここですね、下降ラインの上限タッチまで見据えていくという形で、まあ、落ちたパターンと上がったパターンっていうのを、こういうね、レジスタンスとか、ネックラインで判断していくといいかなというふうに思います。基本的にはこの三角持ち合いをどちらかに抜けないと、まあ、ちょっと先行きというものがね、しっかり見込めないなというふうに思います。で、まあ、リップルに関してはですね、正直、リップルをね、一本でやっていくというのはちょっとね、今回のバブルではちょっと厳しいかなというのが正直あって、やはり、前回のバブルの時に、訴訟問題ですね。SEC の訴訟問題で最高値を更新できなかったっていうのが、まあ結構ですね、上がりはすると思うんですけども、最高値更新できるのか今回ですね。そこら辺はちょっとね、まあちょっと懸念材料かなというふうに僕はね、正直思ってるので、まあ入れるのはね、入れてもいいと思うんですけども、少額でいいのかなっていうのが、まあ本音ですね、リプレイに関しては。そういうふうに思っております。はい。じゃあ続きまして、イーサリアムですね。はい、イーサリアムがですね、昨日結構上がったんですけど、最近ね、
昨日じゃない、最近上がってきたんですよね。まあ1週間前ぐらいですかね。でも今回結構下落していて、昨日一昨日のね結構大きな下落がありましたので、そこがどういった場所かというと、はい、こういう下降ラインがありましたね。こうこういう下降ラインを上抜けて、一旦はですね34万円付近までねつけたわけですね。ですけども一気に今売り叩かれて、このか、この下降ラインのこの下限タッチですね、ここが今度逆にサポートに変わって、今もよもよしているという形です。はい、じゃあ今後どうするのかというと、やはりこの下限タッチでまずサポートされるのかというところですね。今落ちるけどもこのサポートラインは守ってくると、言った動きをするとなると、底堅いと見てもう一回ね上を目指しやすいというふうになりますので、まあ、この辺がまあもうちょっとですねサポートして、でしかもこのクリスマス期間も迎えるので、この辺でここをね下げてこないかというところを判断しながら、まあ見とくといいのかなという感じですね。はい。まあ、サポートされるようであれば、現物はですね、長期で見る方はもうこの辺で買っていくのは全然ありかなというふうに思います。はい。で、ここを下げてくるとなると、次横軸で見たらですね、この29万6千円付近ですね。こういったところがサポートになりやすいかなというふうに思います。で、今度上げてくるとなると、直近の最高値である34万7千円付近、もうちょっと上にあるですね、この35万1000円のところですね。ここがどういったところかというと、ここは僕がね今年どこまで上がるかという予想を立てたんですけど、ちょっと、ま、昔の動画で今年はどこまで最高値つけるかという、そこのサポートラインです。でこれな、これちょっと見てもわからないかもしれないですけど、遠目なんで、これ近づけたらこの辺でね大きくサポートされてたり、レジスタンスサポートレジスタンスサポートみたいな結構ね効いてるラインなんですよ。あ、35万1000円ぐらいのところですね。はい。ですので、まあ、ここを懸念して今回もちょっと下の方で落ちてきた可能性もあるのかなって思っております。はい。でもう一回挑戦するとなっても、やはりここはですね差し値で、まあ利確がね結構入ってそうなラインではあるので、まあ一回ね触れたらもう一回下を見るのかなと思います。でまたさらにもう一回上を目指した時にどれぐらいいくのかなという感じで、抜け切れるのか今年中に抜け切れるのかっていう感じです。僕の予想は今年中は35万円1000円のところで、まあ一旦はね横横か、まあ、ちょっと下げ渋ってくるのかなという予想で思っております。はい。続きまして、アスターですね。はい、アスターがね、まあ、12% ぐらいのね、大爆上げしておりますという感じですね。で、この価格帯を見てみると、まあ、ちょっと前にね、大きな下落がありました。直近の最高値で言うと 13.1 円。そして、そこからですね、8.6 円まで下落して、今、ずっとね、じわ上げしておりますわ、ここでね、じわ上げ。で、これが上昇ウェッジみたいなね、この三角持ち合いのこの上昇ウェッジみたいなこういう形を作って、この中をもよ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 していたんですけども、昨日大きく上抜けたという形です。で今日も最高値を更新して、まあ、ただ上髭をつけてちょっと今タラタラ落ちてきているんですけども、まあ、一旦ちょっと調整に向かう可能性もあるかなと思います。これが陰線にまだね変わって、たらたら落ちてきて、この上昇ウェッジの下限タッチぐらいでまたねこう反発してみたいな、いう風な動きになりやすいのかなっていう風に思っております。はい。で上値を向くしているのがこのね下降ラインの今今日上がってくるとなると 12.2 円ぐらいのところっていうのがレジスタンスで、ここも上抜けたとしても直近の最高値である 13.1 円ですね、まあ、っていうところが上値を重くしているので、まあどうですかね、まあ一気に上抜けるかどうかと言われるとちょっと難しいところもあるし、まあ、RSI もねちょうどね買われすぎ水準に到達したということで、まあ一旦ちょっと横横もしくはちょっと下げてきて調整段階に入る可能性で、クリスマスとかもありますので、もしかしたらこの上昇ウェッジの中までね戻してくる可能性もあるかなと思います。その時はまたこの上昇ウェッジの中で推移しているかっていうところを見ればいいと思います。はい。推移せずにですね、またここもね折れてくるとなると、まあ、結構下げてくる可能性があるよというふうに思った方がいいと思いますので、まあちょっと一時様子見でいいのかなと思います。今あまりにもね
高値掴みしてしまいますので、今これ高値つけたところで、まあ、どのくらいの調整幅か、それがちゃんとされたサポートで効くのか、効かなかったら、ウェッジの中で推移するのか、さらに落ちてくるとなると結構悲観だよね、みたいなね。こういった見方で、今のところは見といていいのかなというふうに思いますので、明日はこれでいいと思います。ただですね、まあ基本的には、来年のバブル相場ですね。これに関してやっぱり明日でも結構大きく上げてくるかなというふうに正直僕はね思っておりますので、まあこの辺を踏まえてね、現物で長期で買いたいという方はですね、まあ押し目をつけたらその子でね、買っていくっていうのはね、全然お勧めするんですが、まあ短中期ぐらいでね、買いたいなっていう方はあんまりね、その高値上がってきたぞということでこう、スケベ買いするんじゃなくて、しっかりした押し目を探してからですね、やってもらったらというふうに思います。はい。ということで、今日の相場分析はこの辺で終わりたいと思います。今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、そして通知ボタンもよろしくお願いします。あと、ツイッターのフォローとですね、スレッズもやっております。そちらのフォローの方も ぜひよろしくお願いします。はい。今日も最後にね、はい。ルーレットやって終わりたいと思います。明日の値動きどうなるのか、ドン。爆上げらしいです。はい。本当に爆上げするかな。結構上げてきたので、ここからまたさらにね、爆上げとなると、まあ、そうですね。まあ、もうバブル間近なんでね。まあ、そのチャート分析も大事なんですけども、予期せぬところで大口がね、クジラと呼ばれる大口がいきなりポーンと入れたりとかありますので、まあ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 、可能性としてなくはないかなという感じです。はい、ということでね、久々の動画になりましたけども、ぜひね、皆さんのいいねがあれば、僕もね、やる気スイッチが入りますので、ぜひね、いいねの方よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。